干支をテーマに陽がこの衣装を作ってくれたんだ。こんな凝った衣装まで作れちゃうなんて本当にすごい。素直に尊敬しちゃうよね。みんなが頑張ってるところを見ると私も負けられないって思えてくる。私にできるのはステージで最高のパフォーマンスを見せること。この衣装の魅力を引き出せるように今年も全身全霊で駆け抜けるよ。